糸田君雄です、今回ですねすごい発想のカメラということで、このローライ35をね、紹介しようと思うんですけども、まあすごい発想のカメラっていうのはね、ちょっと前にこのチャンネルで紹介したオリンパス OM シリーズですね、舞谷義久さんという名設計者の手によるカメラ、あれも、すごい設計のすごい発想の、設計によるカメラで、このローライ35もねそうなんですね。で、まあ、ローライ35の設計者というのは、ハインツ・バースケというね、ドイツ人ですね。まあ、ローライはドイツのメーカーなので、で、まあ、舞谷義久さん、カメラ設計者としては、まあ、有名ですけども、その他に、まあ、ライカの設計者の、最初のライカの設計者のオスカー・バルナックですね。で、それに並んで、バースケという人は、ものすごい有名なんですね。というのも、まあ、このカメラ自体ものすごい発想の塊なんですよ。で、まあ、今ねそのツイッター上でそのやっぱりその写真を撮る上でカメラに写つを逃すカメラについて語りすぎるっていうのは邪道なんじゃないかっていうねそういう話もあるんですけども、僕自身はねやっぱり発想ですね、発想ということでカメラの影響を受けてんですよ。だから私自体はカメラ設計者でも何でもないし、まあ僕自身文系の人ですからね、理系の人ではないんですけども、この理系の発想から文系に応用してで、自分の作品の発想に取り込むというね、そういうことを、まあ私はねそういう人だったんですよ。だからまあそういう思いをね、まあ他の人とも共有できたらなと思って、まあ、今回ねこのカメラいかに発想がすごいかっていうね、そういうことを説明しようと思うんですけども、でこのカメラというのは、1964年のフォトキナで発表されて、でそれから発売になったんですね。まあ、フォトキナっていうのは、まあ、皆さんご存知でしょうけども、まあ、ドイツで行われる世界的なカメラショーですね。で、まあ、その当時のカメラの状況どうだったかっていうと、例えば、ここにね、キャノン、QL19 っていうねそういう、カメラありますけども、まあ 35mm のコンパクトカメラですね。45mmF1.9 というね大口径レンズが搭載されていて、で、まあ、レンジファインダーでね、ライカと同じように、ピント合わせができると。それでまあ、シャッター速度が、4分の1秒から500分の1秒ですね。でバルブもついてると、まあ、一応フルスペック で絞り優先でマニュアルもできると。で露出系内蔵っていうね、でレバー巻き上げでっていうね、そういうカメラで、これはまあ当時としてもコンパクトなカメラなんですけども、さらにローライ35がちっちゃいので、まあ日本のカメラ業界ねこれかなり衝撃を受けたんですね。で、まあ、さらにローライ35のすごいところは、まあ、レンズね、これがだから撮影段階になると、ね、こう振動式ってねこう、レンズがね出たり入ったりするっていうね、まあだからこれは格納状態ですね。だから、まあ、これが撮影状態で、これは 40mmF2.8 の、40mmF3.5 かテッサーがついてるんですね。テッサーといえば、まあカール・ツァイスで、これはだからローライでライセンス生産したテッサーですけども、まあ、高性能の、レンズがついていて、で、まあ、それがだからただでさえコンパクトなんだけど、さらに振動式でね、レンズカチッと回してこう収納状態になると、ね、そうすると、まあ、大きさが全然違うわけですよね。で しかもこれはだから、まあ、全部こう機械式シャッターで電子シャッターではないんですね。このシャッターの音もなかなか、いいんですけどね。これは、最高速度が500分の1秒から、最長が2分の1秒ですね。ね、こういうこう、ここジーってね、こういう音がまあ機械式カメラの魅力ですけども、まあ、後の時代のね、その電子シャッターの時代になると、その、まあ、電子シャッターってつまり電磁石ですからね、それをまあ、その集積回路で秒数をコントロールするので、まあ、カメラを小さく したりするっていうのはまあ比較的楽なんですけど、機械式って全部こう歯車で連動してますからね。だから歯車で連動している機械式カメラを、この大きさから、まあ、この大きさでも随分ちっちゃいんですね、この大きさからこの大きさに
こう縮めるっていうのはね、もう大変なことなんですよ。それでまあだから その工夫がね、機械式カメラだとその具体的に、まあ、見ることができるわけですね。でそれが機械式カメラの面白さだし、そのハインツ・バースケというね、この設計者の、考えがダイレクトにここに現れていて、でそれが自分の脳みそにも刺激を受けて、つまりこれは理系の発想なんだけど、文系の脳みそに、刺激を与えて、それで、自分の写真もね、こうああしたらいいこうしたらいいって工夫の、発想が出てくると、いうわけですね。でね、まあいろいろ特徴ありますけども、一つはローライ35の場合は、平面展開シャッターというね、そういう方式で、これがまあ画期的だったわけですよ、ね、でこのキヤノンの、QL19 ですね、QL19、まあ、呼び方はあれですけども、まあ、こういうそのいわゆるレンズシャッター式コンパクトカメラっていうのは、まあ、あれここにレンズがあって、でレンズの周りにシャッターの機構が、つまりあのバネとかなんとかってね、このシャッターもスローは4分の1秒までか、あちょっとねこれ経年変化でちょっと調子が悪いかもしれないですけども、だからその歯車のこの、シャッターのメカがレンズの周りに、ついてるんですね。でこれはもうその、このキヤノン QL がこれもだから、1965年の発売ですかね、だからほぼ同時代ですけども、まあ、それに遡ること、カメラのそのレンズシャッター式カメラっていうのはまあ歴史があるわけですね。で、まあ、言ってみればレンズの周りにシャッターユニットがついて、これがまあ、一つそのコンポーネントになっていろんなカメラに、くっついたりとかね、まあ、いろいろそういう歴史があって、まあ、こういう、こう定番の、形式なんですけども、ローライ35の場合はつまりこの、レンズの周りにシャッターのメカがないわけですね。こんな細いですからね。こんな細くて、しかもこんな、伸び縮みするこういう機構のこの中には、シャッターのその、秒数を調整する、ギアとかバネとかは入ってないんですね、この周りにはね。そうするとどこにあるかっていうと、このボディのこの辺にこう両側になんかこう散らばっている、らしいんですね。でだからね、これは裏蓋はね、実は取り外し式なんですね。こうすると裏蓋取り外し式で、それでまあ裏あのアッパーをこうパカッと開くと、まあこういう感じで、構造ですけども、まあボディを見てもね、この辺すごく薄いしね、この薄い中のどこに、そういうメカが入ってるのか分かんないですけども、まあとにかくね、巧妙にこう、ギアとかバネとかをこのボディの平面としてね、こういうこう立体の筒の周りに立体的に配置してんじゃなくて、平面的に薄く配置したというのが、画期的なんですね。でこの鏡頭の中には、まあ、絞りバネとシャッターの羽が入ってるわけですね。ね、ちょっと今切れるかなシャッターね、これでね、ちょっと見えましたかね。あそうだ、バルブついてたっけね。バルブにすると、こんな感じで、なかなかちょっと 見づらいですかね。まあそんな感じで、シャッターのこう開いたり閉じたりする羽がこの鏡頭の中に入ってるんですね。でそれが、これもちょっと見づらいかもしれないですけども、このまあちょっとね、これだと分かりづらいかもしれないですけども、そのボディのこの内部の両側、片側から爪が出てるんだよ、爪が出ていて、でそれと連動してるんですね。この鏡頭の中にあるシャッターバネを平面展開しちゃったですね、ボディに仕組まれたシャッターがこう爪でこうピチッてこう爪弾くっていうね、そういう構造になってるんですね。で、連動を解除するとこう引っ込むことができるとね。だからあくまでもそのこの鏡頭の中に仕組まれた、シャッターバネと、このボディの中に平面展開シャッターとして仕組まれたシャッターっていうのは独立してる、独立メカなんだけども、これ切り離された状態、それでこれでこうカチッとこうリンクするわけですね。まあ、そういう発想自体ね、すごい面白い、素直に面白いなと
思うし、まあ、脳みそにね刺激を、もたらすわけですね。でついでに言うとキヤノン FT9L も、裏蓋はこれはこれかなね、あの巻き戻しダイヤルをあのクランクを開けると、まあ、こんな風に、まあ、内部構造になってますけども、一見して、ね、まあ、違うのがねこの例えばこの スプロケットなんですね。でスプロケットっていうのはその、まあ、35ミリフィルムのパフォレーションで、フィルムを送るわけですね、だそのためのその、まあ、言ってみれば、歯車がついてるわけですけども、この35ミリのこの隣にこの歯車がついてるわけですね。ちなみにねこれね、このキヤノン QL19 ってね QL ってねクイックローディングの略で、ここはねこれも面白いメカなんですよね。すごく複雑な、これをまた、爪の先にゴムがついてるみたいね、そういうメカがついていて、フィルム35ミリのフィルムセットして置くだけで、確実にフィルムがね装填されるっていうねクイックローディングっていうね、これはこれで面白いんですよ。こういうからくりがついてるっていうのはこのねキヤノンね当時のキヤノン頑張ってるってこういうのが面白いですね。でそれ でそれとは別に、まあ、普通の35ミリっていうのは、つまり、ここにパトローネを入れてそれで、ここにフィルム送りのスプロケットがあってでここにこうフィルム巻き込んでいくっていう構造になっているので横幅がね広いんですね。で片やローライ35はどうなってるかっていうと、まあ、ここにフィルムパトローネ入れてでここで巻き込んでいくんですけども、スプロケットはねあるんですね。スプロケットがないとフィルム送れないんでね。でここにあるんですね。つまりこう35ミリの画面の中にこう食い込むように、スポロケットがね、埋め込まれてるっていうかね、とにかくね無駄なスペースだから、そのバースケさんに言わせると、こういうカメラはまだね無駄なスペースが多いと。だから無駄なスペースを徹底的に排除するっていうことで、一つがこのスポロケットですね。これ邪魔だとね、これだけスペース取ってるわけですね。だからこれを、もっとこっちにこう埋め込ませてね、ギアなんかこんなに大きくなくていいと、スプロケットこんなでかくなくていいとね、そういう発想なわけですよ、ね、でついでにこのシャッターというのも、ここにまとまってるものをこう散らして平面にすることでもっとちっちゃくするというね、でそういうまあ工夫がいろいろしてあるわけですね。でちなみにねこのダイカストですね、ダイカストの肉厚もね、まあまあ、昔のカメラですからね、頑丈にできてて、まあ、それなりに高級感あってね、このカメラはこのカメラで私は、ファインダーも見やすいし名機だと思うんですけども、やっぱりねローライ35のダイカスト見るとね薄いんですね。薄くてねそれでいてこうカッチリとした剛性があってね、まあ精密感めちゃめちゃあるわけですね。だからこの当時だから1965年、64年のこの頃はつまりライカに追いつけ追い越せの時代なんですね。でまあその一応ねそのまあライカ M3 が、1954年に発売されて以降日本は、一眼レフに転換してね、で日本独自のカメラ産業というのは発達して、でそろそろドイツの呪縛から、まあ、離れたとね、ようやく出したというところで、ところがローライからローライ35が突然発表されてね、日本のカメラ業界ねもうかなり衝撃を受けたらしいんですね、この大きさでね。だからその、まあ、カメラを小さくするというねその限界としては日本人としてはまあこんなもんだろうと思っていたところに、その、まあ、こんなにいきなり小さくして、でしかもそのまあ発想がものすごい発想がこう詰まってるわけですね、だから例えばいろいろあるんです。これのカメラについて語ったらキリがないんですけども、まあ、ここにシャッターボタンがあるわけですね、でここにシャッターダイヤルがあって、まあ、絞りがあるわけですけども、だからこの、ここにシャッターダイヤルがあってここに絞りダイヤルがあるっていうのはまあ、平面展開シャッターですからね、だからこのレンズシャッターみたいに、レンズの周りにメカがあると、まあこれはだから普通シャッター速度と絞りとで、まあ、ピントと、まあ、同じ、この筒の中に収まっていて、まあ、それはそれでまあ、
使いやすいんですけども、まあ、この配置ですよね。ここがピントで、真ん中がピント で絞り でシャッターダイヤルっていうね、こういう、まあ、非常に明確なこの機能とデザインが融合しているというこのユニークさね、まあ、これも素晴らしいですし、あとね、巻き上げレバーがね、左側にあるんですね。だからこれ機能的に言うとね、写真を撮って、それでここに巻き上げればありますからね、一度ねファインダーから、目を離さないと、撮れないというね、だから機能的に言うと、まあ、断然右側に、レバーがあるべきなんだけど、もうとにかくコンパクトさを優先したとね。で電子式のカメラ、モーター式のカメラだったら、あんまりそういうことに悩まなくていいですけども、この機械式、純粋機械式のメカでね、レイアウトいろいろものすごいいじってね、もうとにかく極限まで無駄を削ぎ落として小さくすると、レバーがねこのファインダーの真上に来てしまったとね、これはこれでね、まあものすごい面白いなと思うわけですね。でついでに言うと、そのカメラのホットシューですね、フラッシュを取り付けるホットシューがこれまたね下に来てるんですね。ここじゃなくて下に来てるんですよ。だからね、まあ、フラッシュつけてね、まあ、下にフラッシュつけて撮影すると、つまりこう照明が下から来るからこうお化けみたいなね、そういうその写真になっちゃうので、ローライ35はフラッシュつけた時はこう逆さにして撮るっていうのはセオリーになってて、まあ、そうやってね、その使用者に不便をかけても小さくするっていうね、この信念がね素晴らしいんですね。で、まあ、ついでに言うと、このカメラは、目測式ですね、40mmF3.5 ですけども、ここに距離メモリがあって、まあ、目で目視でね、最短、90センチから無限遠まであるので、まあ、その点はこう慣れが必要でね、まあ、今新発売されたペンタックス17ですね、フィルムカメラですね、あれも目測ですけども、でちなみにそう、最初に言うの忘れましたけど、今ローライ 35AF ってね、香港のメーカー、中国のメーカー、とにかくまあ、リバイバルっていう形で、まあ、ほぼ同じデザインで AF カメラが出ますけども、まあ、そのローライ 35AF っていうのは全くこう電子式のオートフォーカスカメラなんで、まあ、ローライ35とは全然違うんですね。だからまあ、それはまあ別の楽しみで、やっぱりねこう機械式のね、この機械式としての楽しみ、そしてこの発想の面白さ、発想がダイレクトに分かる面白さっていうのは、やっぱりねこのオリジナルのローライ35に勝るものはないとね。でね、あ、そうだ、でここにね、これこのカメラとにかく面白いのはね、この裏蓋が取り外し式なんだけど、この裏蓋にもね、とにかくいろんなからくりが入ってるんですね。だからさっき言った、ホットシューも裏蓋の中に入ってますし、あと、まあ、巻き戻しクランクですね、これも裏蓋に、装備されていて、結構ね大きいんですね、レバーがね。でそれとここにフィルムカウンターがあるんですね。だから実はフィルムカウンターね、これもちょっとね動画だと分かりづらいと思いますけども、1回シャッターを切るとね、どの爪かな、これかな、ここにある、ちっちゃい爪がね、ちょっとねこう何ていうの、送られるんですね。この爪がね、今動きましたね、爪がねこうシャッターを切るためにピクピク動くんですよ。でつまりこの裏蓋のこの内側ですね、ここの部分がフィルムカウンターなんですけど、フィルムカウンターの裏がギアになってて、でボディ側の、カウンターの爪がね、一つ一つこれね送っていくんですね。でだから裏蓋をこうやって、はめると、そのフィルムカウンターのメカがね、この、裏蓋とボディで合体して、でそれで、連動して作動するというね、まあ、そういうその合体ミカになってるっていうのも非常に面白いですね。でちなみに、裏蓋外すと、またバネの力で自動的にゼロに戻るというね、まあ、いわゆる自動復元式ということで、まあ、非常にこう、近代的な、
機構になってるわけですね。で距離計はないんですけども、露出計はね、ここに露出計の窓があって CDS の、電池式の露出計があるんですけど、これはだから絞りとシャッターで完全に連動していて、でここに、針が、出るので、まあ、その意味で言うと、まあ、確実な露出で写真が撮れると。でピントは目測 で目測っていうのもだからその慣れるとね、だから僕このカメラね、かつてはメインで使っていて、それこそね実はフォトモとかこのローライ35で作ってたんですね。でその時はもうとにかく人間距離計と化していて、とにかく目測でね割とピチッとピントが合えるように、訓練したというかね、まあ、そういうね自分自身が距離計でね距離測れるっていうね、そういうこの自分のスキルっていうね、まあ、それも無駄なスキルといえばそうなんですけども、そういうのは身につくっていうのもね、まあ面白いというね。であとまあとにかくこのカメラについてはその、まあ、言うこといっぱいあるんですけど、肝心なのはまあ、アイデアが発想がものすごい詰まったカメラで、でその発想というのは機械式カメラというのはそのダイレクトにね体感することができるわけですね。でこれだってそうですよね、これだってその当時のキヤノンの、技術者がね、一生懸命考えて、で特にクイックローディングシステムですね、さっき見したね、これもね改めてこう見るとメカとしてはものすごい大げさでね、でまあ後の時代ねクイックローディングのカメラってたくさん出て、でしまいにはこう爪1個引っ掛けるだけで、自動でローディングするという機構が開発されて、まあ、こんなにね大げさね爪がなんかもう 3本あるっていうね、そういうこう回転させると分かるかな、爪がね3本あるんですね。まあ、とにかくこんな大げさなメーカーは後の時代にはいらなくなったんですけども、そういうこう技術士ですね、技術士っていうのは一方でその、簡略化してコストダウンして同じ機能だったら部品点数より少ない方がいいっていうね、でそれもだからその、まあ、アイデアの積み重ねによってね、だからバースケのこの、ローライ35だって、まあ、いろんな過去のいろんなカメラの積み重ねがあって、じゃあ私はこうしようっていうことで出てきたわけですね。だからそれは私は繰り返しますけど、カメラ設計者ではないですけども、まあ、改造とかね追加工作とかね、そういうのやりますけども、基本的には文系の人間なんですよ。で写真というのも実はその写真なりのねそのアイデアっていうね革新だから、その写真表現の革新っていうのはやっぱりアイデアですからね、アイデアとか発想法とか思考法とかそういうことなので、それがその理系の発想から文系の発想に変換されて、そして、私なりの表現になると。で多くの人はそうだと思うんですね。やっぱりね、写真撮る人は実は同時にカメラ好きっていうのは僕は別にその、健全なことだと思うんですよ。だから何らかの形でねやっぱりねカメラの発想の影響はね受けているはずなんですね。でそもそもそのやっぱり最新のデジタルカメラに至るまでそのカメラそのものに魅力があるっていうのはシグマ FP ですね。これだってこれだってまあ発想の、塊なわけですね、だからこれはまあデジタルカメラで機械式な作動するところはまあ全くないっていうかね、これだからのメカシャッターまで省略してしまいましたからね。それでいて 35mm フィルサイズのデジタルカメラでこの大きさを実現したと。だからまあ、ちょっとグリップ今ついちゃってるので分かりづらいかもしれないですけど、ローライ35とね、まあ、ほぼ同じっていうか実はまだ一回り大きいんですね。シグマ FP の方がローライ35より、一回り大きいので、もしかしたらこれまだちっちゃくなるかもしれないっていうね、そういうこともありますけども、でもこれだってね、シグマ FP なんで人気あるかっていうと、これはこれで、ね、発想が面白いよねっていうね、そういうことで受けてるわけですね。それはだからその最近、キヤノンか、キヤノンですごいデジカメまた出ましたよね、その前にニコンも出てるし、ちょっと詳しい方はもうど忘れしちゃってあれですけども、やっぱりねそれぞれそのカメラの機能がすごいからってね、その機能に単にみんなただ使われているだけではなくて、つまりあんまりその最新カメラに頼りすぎてそのスペックばっかり、言ってね、今度の新製品がここがすごいみたいなことばっかり言ってると、結局はカメラに使われちゃってるだけなんじゃないですかとね、写真撮ってんじゃなくてカメラをただ楽しんでるだけじゃないかっていう、そういう批判もあるんだけども、でもやっぱりねカメラ自体が
その人間の知恵の塊なんですね。でそれはその設計者の知恵でもあるし、それまでのカメラの歴史を踏まえた、ね、そういう知の集積でもある集合知なわけですね。で写真だって集合知なんですよ。だからそうやってカメラから刺激を受けて、で、カメラ設計者だって写真から刺激を受けてるわけですね。だからちょっと今年の CP プラス行きそびれちゃったけども、シグマのブースですね。シグマのブースはシグマの写真集コレクションを、どっとこうね一堂に集めて展示 してますけども、だからシグマはまあ新社屋行きましたけどね、とにかく写真集のコレクションがすごいわけですね。だからカメラ設計者の方も写真から影響を受けなきゃダメだっていうね、そういう発想から、発想がシグマにはあってね。でだからそうやって相互に影響を受けることが必要で、でたとえねもうフィルムで撮らなくなっちゃってもフィルムで撮った方がいいですよね。それは文化を守んなきゃいけないですけども、でもやっぱりね発想ですね、発想をカメラから学ぶというのは非常に重要だとね、いうことも含めて、ローライ35すごい発想のカメラだとね、いうお話をさせていただきました。どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ね、登録者数徐々に伸びておりますのでよろしくお願いします。あとコメントもね最近いろいろ寄せられるようになったので、そこからまた新しい動画できることもありますから、ぜひよろしくお願いいたします。どうもご視聴ありがとうございました。